昨日袋井市で開かれた自民党静岡3区支部の会合に出席した宮沢氏。会合は非公開でしたが、出席後自ら報道陣に状況を説明しました。ただいま地元の自民党静岡3区支部の役員会におきまして、経緯の説明そして謝罪をしてきたところでございます。参加者の皆さんからは、厳しいご意見をいただきました。人格を疑うとか、謝罪だけでは済まない、そういった厳しい、お叱りをいただいたところでございます。宮沢氏は今回報道された女性問題については、おおむね事実とした上で次のように述べました。欲を抑えきれなかったといいますか、本当にそこに負けてしまった結果だなというふうに思っておりまして、そこのところは反省をし続けなければいけません。今後の政治活動については全くの白紙とした宮沢氏。まずは支部内でお詫びをしていくと話しました。一方、昨日衆議院の東京15区、島根1区、長崎3区の3つの補欠選挙で投開票が行われ、立憲民主党がいずれも勝利しました。自民党は唯一候補者を擁立した島根1区で敗北し、東京15区と長崎3区は候補者を立てられず不戦敗で、それぞれの選挙区で持っていた議席をすべて失いました。